コメ、おばあちゃんのきな粉、ハッピーライフ、それからなんだっけ、コシ油。コシ油っていうのは山菜の女王だっつったいね。うん。コシ油。コシ油いただいた、コシ油。みんないただけ、ふきのとう。で、コゴメ。コゴミ。コゴミだいね。コゴミだか、コゴミだ。やんなっちゃう。はい、いただいた山菜で今日は天ぷらを作ります。山菜天ぷらです。いや、お母さん下手なんだよ。おばあちゃんは天ぷらは下手です。苦手なんです。苦手です。天ぷら苦手だけど、いただいたから作んなくっちゃ、うん、はい、新しいコンロで初めての天ぷらです。それで、みんな最初一応温度設定するとずっとそのままでできるみたいです。これでさっと洗って、はい、さっと洗って水気を、うんうん、もう洗って、ペーパーで取りました。はい、もうすでにさっと洗って水気をペーパーで取りました。うん、やだな、あれがなくっちゃった、はい、ついてないかな。やだな、この揚げるやつがないよ。嫌になりましたね。あ、これがないって、これがないって、これ？あ、それじゃないよ。違う。何がない？あったあったあった。これでした。ね、うん、はい。これでした。はい。それね、揚げて乗っけるやつがなかった。はい。そしたら、ね、始めますか。あ、ね、私はもうこういうの買ってきちゃった。何それ？天ぷら粉、簡単に上がる、うん、天ぷら粉、うん、簡単に上がる天ぷら粉、簡単に上がる天ぷら粉、手間なし簡単天ぷら粉、手間なし簡単、カラッと上がってサクッと仕上がる、うん、はい、そしてこれで天ぷら粉かけてきました。冷たい水で、であんまりね、寝、うん、ね、らない方がいいんだって。あ、そうなんだ、うん、だけどさ、うん、なんだかわかんないけど、うん、うん、ザクッとしてやるといいっつって言うけどさ、うん、お母さんは天ぷら、おばあちゃんが上手だったんだよ、うん、メンバーちゃんが上手だった。なんか言ってるね、もういいってこと、なんか言ってるね、もういいんじゃない、じゃあ、あ、もうできたってことか。そうだね、きっとね、あ、できたんだよ、あ、本当だ、うん、はい、お知らせしてくれるんだ、えらいもんだね、ねえ、これ天ぷら楽になるんじゃない、うん、これから、うん、ちょっとじゃあこれ、わ、天ぷら粉振って、うん、片栗粉、片栗粉をまぶして、片栗粉をまぶしてね、うん、それでね、天ぷら粉を入れるんだって、片栗粉をまぶしてから天ぷらに、はい、はい、お母さん下手なんで、本当に嫌なんだ、うん、はい、はい、食べないから気をつけて、はい、はい、はい、そう、うん、はい、はい、おー、うまい具合だね、ねえ、ね、そうだね、温度がもう一定にしてくれるからだって、ね、新しいやつはね、はい、うん、はい、新しいコンロでね、初めての経験です。はい、ね、うん、おー、うまい具合だね、はい、うん、こんなうまい具合に上がりました。おー、すごいね、ね、うん、これは上手だ、天ぷらは。はぁ、たまげた。こんなまま美味しそうに揚がりました。はい。これは上手だ。そうですね。うん、はい。またやってれば教えてくれんじゃない、うん、こうにやった方がいいですよなんてね、ね、
ダメだ、下手だからお母さん。でもうまくできたね。うん、おいしそうにできた。それで今度、うん、あのガス屋さん来たらピピッと音がするのはどういうかねって聞いてみるんやね。うん、あ、うまい具合だ。たまげた。今度は違うと違うんだね。うん。ちょっと消しといて。あれを。油か。うん。右手があるとパカッパッて跳ねて大変なんだよ。だから、うん、ピッピッピッってのは上がってないとことか、まだあれか180になってないってことなんかね。あ、まだなってないかね。うん、ちょっと止めたからね。うん、これが落ち着けば180度になるってことか。あ、ピッピッピッってことだね。え、ピッピッピッ、そうね、まだ180度になってないんだね。初めてのコンロだからね、うん、ちょっとわかんない。嫌いなんだお母さん、天ぷらが、うん、イカ天が一番苦手だね。イカ天が一番欲しいけどね、うん、だけどしょうがない。フキノトウ行ってみる。フキノトウ。ピピ言わなくなった。まだ言ってる。まだチカチカしてるから。うん、ダメだね。温度があれしてないんだね。これでね。片栗粉まぶして。片栗粉ね、まぶしてね。うん、これでね、揚げるというのやって。うん。うん、
だってさ、100均で買ったやつだよ。あ、そうなんだ、片栗粉で。うん、うん、まだかな、もういいかね。どう？美味しい？うまい。うん。美味しい。うん。よかった。なんで聞いてるんですか？あら、やばすやす。結構20分みたい。油せんだね。のいらないって言ったの。コツのいらないって言ったの。何？日清。
美味しいね。混ぜる。天ぷら粉。こっちはいらない天ぷら粉。揚げ上手。なるほど。練らない方がいいっつってる。メニューをして、はい、OK、みんな青いから偉いね、うん、何のサイズサインかね。ねえ、ピッピッってのは。まだ上がんないってことか。180。これがちゃんと動かなくなると180になったってことかね。うん。それともこれをこういう動かすってことか。ここにあるんか、これにか、これにして180度にすれば。聞いてみなくちゃ。新しいやつだから、今までのと違うからね。これは上がるもんね。みんなもらうもんです、ね、こし油。うん、こし油。今日もらってきてやった。山菜の女王。山菜の女王、こし油。女王。これは女王なんだ。女王。うん。何が女王なんだ。うん、美味しいんかね、これは。いや、王様はなんだよ。うん。山菜の女王がこれなんだ。山菜の女王だった。ねえ。ねえ。山菜の女王でしたから。
っちゃうか。あんまりなかったから。うん。はい。醤を入れるよ。醤を入れて。醤を入れます。山菜の醤を入れます。ねえ、油がもう半分になっちゃったね。え、はい、手でやった方がうまくいかないね。開いてやるから。鍋がちっちゃいからね。天ぷらは嫌いなんだけど、ね、うん、どうしていったの？みんな同じ色になったみんな同じだね。見た目は区別かな。みんな同じ色だ。こんなに広がっちゃうからさ、一つで。ねえ。ねえ、いくつも入らないんだよ。よく山行って取ってきたね。ああね。ねえ、すごいね。うん、ね、みんなにあげてんだね。そうだね。お客さんにあげてんだ、うん。うん。ちょうどいいとこ行ったいね。ちょうどいいとこ行った。はい。終わりだ。マジさってしょうがないよね。そうだね。このくらいでいいかね。コインランドリーに行ったら、ね、コインランドリーに行ったら、うん、ご主人が取ってきたやつをね、うん、いただきました。はい。タイミング良かったね。良かった。いいね。はい。
じゃあ今日はこんなとこで、うん、はい、こんなとこでいいでしょ。あの、ひたか曲げるか、ひたか曲げちゃう、曲げちゃう、作っちゃさ、どうなんだろう、やってみろ、うん、元がちょっとダメだね。これでかすぎる。ダメだこれ、あに油がなくってダメだ、ダメだこれ、でかすぎる、うん、あ、でも油がなくてダメだ、過ぎたつもやらしい、ね、うん、じゃあいいや、繰り返してやれば、うん、うん、これでいい、あ、でも生意気にできたよ。よいしょ、重さ、はい、じゃあこれで、うん、はい、出来上がり、そしたら盛り付け、あー、さっくりできてるよ、うん、もこの間新潟行ってもらった。新潟でもらったやつか。新潟で。うん。うん、もらったやつ。本当にちょっと赤いんとか線がなくて威力がないけど、まっすぐでみんな。うん。こんな感じで。はい。山菜の天ぷらも出来上がりです。おばちゃん天ぷらも苦手なんですけど、得手じゃなくて、でもうまそうでした。ほらね、そうだね、これがふきのと、はい、これがこうに、ん、これはこし油、はい、ね、できました。これでいいかな、大丈夫です、はい、しいたけは肉がついたらおいしい、よいしょ、はい、しいたけ、はい、はい、今、大根の皮を剥いています。これから天ぷら用の大根おろしをすります。これするといいんだよね、これするといいったんだよね、うん、布巾をね、それと滑んないから、うんうん、
れあれはどうした、あれがないや、2つ入れるか、2つ、うん、分かった、じゃあ2つずつにしようか、2つ入れるから、はい、これで、うん、ね、生姜は、生姜はここにある、これを、あ、これがあった、うん、このくらいでいいか、うん、大丈夫かな、このくらいにしないとあれだろう、うん、そうだね、はい、全力からもらって、うん、まあ、いっぱいお家で食べてるだろうけど、うん、これでいいか、うん、これでいい、はい、これで漬物切っておいて、漬物、うん、うん、おそかないと、うん、はいはい、今夜は山菜の天ぷらです。腰油になんだっけ、腰油となんだっけ、ふきのとうと、ふきのとうと、それからとあと一つ、こごみ、こごみ、はい、忘れちゃった、忘れちゃったね、山菜のね、山菜の天ぷらです、はい、今夜、うん、今夜は山菜の天ぷらです、はい、コウメとフキノトウと干し油で、はい、そうだね、そうだねはい、どうぞ召し上がってください、はい、一応冷ややっこと、はい、カプレーゼ、トマトの、はい、とモッツァレラのカプレーゼもあります、はい、こんなとこなんですけどいいかしら、はい